皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。こんにちはば。皆さんもうゴールデンウィーク終わって仕事に戻って、皆さんどうですか？どうですか？やっぱり今年の前例のない10連休のゴールデンウィークは長すぎたか、それかこのゴールデンウィーク思い切り楽しめましたか、どっちですか？ゴードはね、多分みんなもしてるけど、ゴールデンウィークのあの間に俺もう日本に来た。もうとんでもない海外旅行したんですよ。もうゴールデンウィーク長すぎて移住しました。違う国に、まあ日本になんだけど、それから日本に移住しました。だからまあ正直今年はゴールデンウィーク全然考えてなかったし、まあもともとサラリーマンとかじゃないし、 YouTuber なんで休みは あんまり関係ないんだけど、その上にあのまあ引っ越しとかでが大変でゴールデンウィーク全然考えなかったけど、ゴールデンウィークの途中に日本にやってきました。まあ俺にしては10連休じゃそこまで長い休みとは感じないんだけど、まあ俺は特に恵まれてる人なんで、はい。でもなんかこうは多分まあ精神的な頭の中は子供なんだから、もう休みってさ長ければ長いほどいいと俺は思ってるんだけど、あの結構日本人の中でもゴールデンウィークは長すぎっていう人もいたんですよ。でそれはやっぱりあのまあゴールデンウィークが結構一番ゴールデンウィークが長すぎるって言ってる人たちはゴールデンウィークで働いてるからね。バイトとかでさ、レストランとかあのサービス系の仕事やってる人たちはやっぱり辛いですよ。もうずな10日間もずっと込み込みの状態でさ、あの仕事しなくちゃいけないわけだから、お店とか働いてる人たちは大変だと思います。ちいか、日本さゴールデンウィークの間にお店で働いてたら給料上がるかな？そ上がらないかな？なんか上がらないままでめっちゃ忙しかったらさすがにゴールデンウィークは嫌だよねああかわいそう。そしてお店やってる人たちはゴールデンウィークが長すぎて結構在庫が切れたってあの言って困ってたらしい。なんかお店はやってるけど、いつもお店のものあの配達してもらう会社とかそっちの方がもう10連休休んで、で お店のものを売り切って、もうまだ全然人たくさんいるしもっと売りたいんだけど、もう在庫がなくてもう休むしかないっていう人たちもいた。それはまああのね、それゴールデンウィークはその人たちにしてはちょっと稼げる時期なんだから、そういうところはちょっとかわいそうよね。そして旅行とか好きじゃない人たちはさすがに今年のゴールデンウィークは長く感じるでしょう。もうずっと引きこもって全然出かけたいけどどこに行ってももう人で込み込みで疲れるだけやし、あのずっと家でなんかのんびりして結構暇になってる人もいると思う。ずっと家の中でゴロゴロしてめっちゃ暇になったっていう人もいたからね。まあそういう人たちはもうちょっと趣味を作ればいいんじゃないかと思うんですけど、もう仕事がないともう暇で暇でっていう人たちはたくさんいるでしょうね。そしてネット上で人の意見ちょっと見てみたんですけど、 30% ぐらいは 10連休10日間の休みはなかった。そして 26% はあのまあ単純にあのゴールデンウィーク楽しかったって言ってる人がいるんだけど、その上に 20% はちょっとゴールデンウィーク長かったと言ってますよ。そして 5% だけは今年のゴールデンウィークは短かったって言ってる。これはおかしいと思う。おかしいと思う。オーストラリアだったらもう どんな長い休みがあっても多分 90% 以上のオーストラリア人はまだ短いって言い張るね。まあでも確かになんかお父さんとか毎日会社行って仕事するのはもう慣れてて、まあそれでもう全然日常は満足してるんだけど、いきなり10日間自分の子供たちとの面倒を見なくちゃいけないってなったらちょっと長く感じるかもしれないですね。子供たちね、ずっと旅行するとかずっと一緒にいると違う風に疲れてくるからねそれだったらね、ちょっと早く仕事戻りたいっていうお父さんたちも日本に行ったんでしょうか。まあ俺仕事してないから、俺あのゴールデンウィークとかそういう他みんなが休んでる時だけは俺は旅行とか外出あんまりしたくない。みんな仕事行ってる時にあの旅行したい。
まあ俺は会社員じゃないからね、あのゴールデン俺旅行するんだったら、しかも国内旅行するんだったらゴールデンウィーク以外でやる。でもゴールデンウィーク全然長くていいと思うんだけど、日本人は結構働くからもうちょっと休めばいいって俺はいつも思ってるからね。大変なのはあのパーってこのゴールデンウィークの5日間6日間とか今年の10日間パーってみんな同じ時期にあの休みになるから、国中はめっちゃ大変になる。旅行とかなんか人混みで大変になるし、なんかゴールデンウィークさ、ちょっと場所によってずらせばいいんじゃないかと思うんだけどね。なんか日本の上からちょっとね、日本を分けて2日間ずつゴールデンウィークが始まる時期なんかずらしていけば、もうちょっとめっちゃ混むところちょっと収まるかなと思うんだけど、でもそれだったらまあ自分のゴールデンウィークの期間は地方にいる人たちと合わせにくくなるけどね、どうしたもんかね。とか1ヶ月の間にみんな自分たちで自由にゴールデンウィークいつ取るか、なんか決めることができればいいのにね。オーストラリアはね、なんかポイントみたいにたまったらもう休みたい時には休める。日本はもうちょっとそこ自由になればいいかなと思うんだけどね。まあみんな今年のゴールデンウィークどうでしたか？引きこもりましたか？海外行ったんですか？買い物？親戚に会った？そしてこれからゴールデンウィークは長い方がいいか短い方がいいか、どっちですか？コメントで教えてください。私はもう休みは長い方がいいと思うんですけどね。それじゃあみんな、またね。皆さん、ゴールデンウィークの間に日本人何人が旅行したと思いますか？答えは、はい、2443万人です。どうも。そしてその中、何人が海外旅行したと思いますか？答えは58万5千人です。どうも、ありがとうございます。そして昨日は、ツコミゴールドの動画がなくて、日本人の何パーセントはそれで泣いちゃったんでしょうか？答えは、99%! はい、ほぼ全国は、ああ、今日コードの動画泣いてました。どうもありがとうございました。そしてゴールデンウィークの期間に、コードみたいなガリガリな足が欲しくて、ダイエットしてたのは、日本では何人でしょうか？はい、答えは、そうです。2000万頭のゴキブリです。どうもありがとうございます。まあ確かに、ゴキブリにしては理想な細くてガリガリな足ですね。